事故があったのは伊達市老月町の交差点です。警察によりますと、今日正午ごろ、70代の女性が横断歩道を渡っていたところ、右折してきた40代の男性が運転する乗用車にはねられました。この事故で女性は頭から血を流すなどの怪我をして病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。現場は信号機のある交差点で路面は乾いていたということで、警察で詳しい事故原因を調べています。